どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、この動画を見てくれている人は2020年にどんな目標がありますでしょうか。ここに行きたいとか、あれが欲しいとか、こんなことをしたいみたいな、そういういろんな目標だったり夢があると思います。夢だったり目標っていうのがあると思います。でもちろんそれを立てるのは大事だと思うんですけども、それと同時に今年やらない習慣っていうか、やらないことリストっていう機能を決めるのもすごく大事だなというふうに思っているので、今回はそれについてシェアをさせていただきます。ツイッターの方にはもうこんな感じでシェアをしました。で、内容はですね、ミニマリスト的2020年やらないことリストって感じですね。他人と比較して劣等感を持つことをやめると。だらだらネットサービスするのをやめると。将来に対して不安を持つ。テイクアウトの時間共有。妥協でお金を払う。エロ動画を見る。見栄を張る。そして嘘をつく。まあ、こういったものは2020年にやらないっていうふうにも決めるっていうことですね。簡単に細かくシェアしていこうと思います。で、まず一つ目の他人と比較して劣等感を持つっていうことなんですけども、僕は結構その他人とっていうか、こう YouTube を見てても他の方の動画を見て、あ、すごいな、それに比べて自分ダメなんだなみたいな、こうちょっと比較して劣等感を感じちゃうっていう部分があるんですね。2019年2018年はやっぱそれが強かったんです。なので2020年はもうそういうのやめて、自分のちゃんと自分のやるべきことに集中しようということで、そうこうやって結構他人と比較するっていうのはもうやめようというふうに決めました。あとはダラダラネットサーフィンっていうことなんですけど、こうやってツイッターだったり YouTube だったり、その他の人、うまくいっている人だったり、ライバルだったり、そのこの人尊敬するなっていう人たちの情報を見に行ったにもかかわらず、気づいたらダラダラとですね、この何インチか分かんないんですけど、このちっちゃい画面に時間を奪われてるっていうのがすごく多かったんです、2019年は。そうなので、これはまずいと思って2020年はこういうダラダラネットサーフィンをしないよっていうふうにも決めてですね、はい、決めました。で、次にちょっと分かりづらいっていうのは、テイカーとの時間共有っていうところなんですけど、ギバーとテイカーっていう概念が、僕教えてもらったんです。与える人と奪う人って感じですね。で、こうありがたいことに、こう視聴者の方だったり、いろんな方から会おうぜとか、なんか会ってくださいとか、いろいろお話聞かせてくださいっていうのはすごい増えたんです。ありがたいことに本当に増えました。そう、ただ僕もですね、一応 YouTube だったり、あと仕事っていうのがあるわけなので、そこの時間を削ってるんですよね。そう、2019年はお願い事は断らないようにしようということで、そう誘われたことはありがたいなってことで、ちゃんとこうお約束して会ってたりしたんです。なんですけど、やっぱその中にはですね、そうなんかこう残念というか、僕がちょっと時間なんか浪費しちゃったなっていうのがあったんですね。そう、その時間があるなら仕事できたよとか、その時間があるならこうやって YouTube の動画1本撮ったりとか、ちゃんとこうやるべきことに集中できたよっていうのがあったので、なので2020年はそういう僕の時間をこう奪うじゃないですけど、まあそれとちょっと偉そうですけども、そういう人とは会わないようにしようと、いうことでやっていこうという感じですね。そうなので、こうやってテイカーとの時間を共有はしないということを、そうここに書きました。そう、あとですね、妥協でお金を払うっていうことなんですけど、主に食費だったり、外食に行った時ですね、これでいいや、安いからこれでいいやとか、そういうのをやっぱやってました。あと洋服なんかもあんまり僕興味ないので、ユニクロでいいじゃんとか、これユニクロなんですけど、ユニクロでいいじゃんとか、あとはいろいろこう、適当に。妥協で払ってたりもしたんですけども、でもなんかそうやって妥協で払ったもので来たとしても、ワクワクはしない、別にそうワクワクしなきゃいけないってもんじゃないんですけども、なんかこれでいいやって言って払ったものに関しては、やっぱ 20% ぐらい後悔の気持ちがあるんですよね。そうっていうと、やっぱ自分のセルフイメージも下がっちゃったりするので、なので2020年はそういう妥協で払う、もう妥協で払うぐらいだったらもうお金使わないっていうふうに決めて、もう妥協一切なしで、もう多少高くてもお金を払ったりとか、そう値段の良し悪し、値段高い安いに限らずに、自分がちゃんと欲しいものをちゃんと手に入れていこう、自分が本当に価値があると感じたものだけにお金を払っていこうっていうふうに、もうかなり難しいですけども、僕は2020年そういうふうに決めました。そうなので、妥協でお金を使うっていうことはもう2020年はしないと。いうふうに決めました。もう完璧にできる自信はないですけども、でもなるべくこうやってちゃんと自分を戒めてやっていこう、
感じですね。はい、で、まあ、でエロ動画を見るってことはまあわかるかなというふうに思いますので、まあそんな感じで、そうエロ動画を見るっていうのも、まあ、エロ動画を見るってこう、まあ、正直に書いたんですけども、やっぱり僕ね、まあ、男なので、まあ、ついついですね、このスマホを使って見てしまうわけですよ。で、そう、もうそういうのは、もう本当時間の無駄だなっていうのは、もう後々後悔するだけなんで、もう2020年はここではもうしないというふうに決めました。そう、そんな感じで、こう、やらないこと、リストっていうのをこうやって書きました。で、こうやって書いたらですね、次はこれを毎朝、見るっていうことなんです。そう、やっぱこういうの書いてもう1年間ずっと覚えてられるかって言われたら、やっぱ人間、まあ、僕特に僕だけだと思うんですけど、覚えられないので、そうなので毎朝こうやって、よし今年はこれやらないから今日もこれをやらないっていうふうに決めて、そう、まあ、見るだけでいいと思うんですよね。で見て、よしこれやらないっていうふうに決めますと。でそうするとやっぱり面白いもので、その今までエロ動画見てた時間っていうのがもうこっそり開くわけです。なのでその時間を大切なことにこう使ったりですね、あとはもう妥協でお金を使わないぞっていうふうに決めたら、お金が浮くわけなので、じゃあその浮いたお金を大切なものに使いましょうとかっていうことができるわけです。なので、僕はですね、こうやってやらないことリストって決めた次はこれを毎朝見るっていうのがかなり効果的だと思ってます。例えばじゃあ僕の場合なんですけども、2017年っていうのは、これ YouTube を始めたてだったんですね。なのでちゃんとこの YouTube チャンネルを育てていきたいというふうに、まあ、思ったんです。目標をちょっと忘れちゃったんですけども、でそのためにじゃあやらないことは何かって言ったら、それまで付き合っていた例えば大学の時のその友人とかですね、あとその会社の時にその同期の人からこうちょいちょいこう飲み会のお誘いとか、遊ぼうぜとか合コンのお誘いとかあったので、そういったものはもう断ろうっていうふうに決めました。で、その空いた時間っていうのはちゃんと YouTube に使っていこうっていうふうに決めたんです。あとは2018年なんかは、自分がその理想のパートナーをもう引き寄せたいっていうふうに思ったので、じゃあそのためにしないことは何かって言ったら暴飲暴食でした。特に僕その時やっぱラーメン二郎が大好きで、あと横浜家系ラーメンとかも大好きだったんですよ。なのでそのご飯をおかわりしまくってバクバク食べてたら、あっという間に太ってしまいました。なのでこれじゃあちょっと理想のパートナーは来てくれないなっていうふうに思ったので、そうなのでまあラーメンを断って、そうちゃんと運動してってことをやりました。そうしたらまあおかげさまでその YouTube チャンネルの方も今こういう現時点でもさせてもらっていますし、あとは彼女もこう来てくれてですね、今こうやって同棲ができていますという感じです。ちょっと噛み倒しちゃいましたけども、そんな感じでそのやらないことを決めるとやるべきことが明確になったりとか、あとはやることをバチッと決めたら、それを実現のためにもう最初のうちからやらないことはもう決めておくと、ものすごいこうスムーズにちょっとずつ申し出バーンっていけるわけなんで、もうレーザービームみたいにこう目標に向かっていけるわけなので、そう僕はこれはその最初やったのが2016年ぐらいだと思うんですけども、それから毎年のようにやってます。まあ、もちろんその忘れちゃう時あります。忘れちゃう時があるからこそ、今年はツイッターでちゃんと宣言をして毎朝見ようと思います。この動画を見てくれている人は大学生だったり社会人の人が多いと思います。で、特に社会人の人なんかは今年はじゃあ副業するぞっていう人も多いと思います。でも今忙しい中で新しいことをプラスするって相当大変なことだと思うんです。だったらじゃあ今やっていることの中でもうやらないことっていうのを決めて、空いた時間を新しいことだったりその夢だったり目標の達成のために使うってやった方がすごい楽だと思うんです。パワーもいらないと思います。なので、あらかじめこうやらないことリストっていうのを年始に決めておけば、この何でしょう、目標達成しやすかったりとか、あとは新しいことを始めたとしてもスムーズに始められるかなというふうに思います。はい、という感じ、まあこれぐらいですね。はい、もう確信というかポイントはシェアできたと思いますので、これにて以上とさせていただきます。もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、まあ今年もまだ始まったばかりなので、そう2020年は皆さんに目標をちゃんと達成して、どんどん身軽になっていきましょうという感じですね。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。
まあ、もしよかったらですね、皆さんの今年やらないことリストっていうのもちょっとコメント欄でシェアしてくれたら、なんかすごい楽しくなりそうだなっていうふうに思います。そうで、その中で僕もあ、それいいねっていうのがあったら、その僕自身のやらないことリストにもちょっと加えていきたいなというふうにも思いますので、そうなので、もしやらないことリストっていうのを決めた方がいたらですね、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。